はい、今回はハワイ・マウイ島の山火事の件とその後および日本国内無視の違和感、こちらについて考えていきます。今回もよろしくお願いいたします。まあ、この注目されているこのハワイ・マウイ島の山火事の件ですね、僕も何回かお伝えさせていただいたんですが、まあ前回とかその前のものと重複するものがあるんで、まあ、そこをちょっと省略いたしますが、まあ、端的に言いますと、このハワイの、マウイ島の、ね、山火事っていうのは山火事、と見せかけて実は違うと、火事に見せかけて意図的に、された可能性があると。何かっていうと、ね、その火事にもかかわらず、まあ、木が燃えていないっていうのもわけわからないですし、水上ボートって、水に浮かんでる水上ボートが燃えているんですよ。これピンポイントで狙われたんだろうなと。あとこのハワイ・マウイ島で、土地をまあ売るとか、まあ、そのエリートに言われていた、その人たちが、その反対していた人たちが、そこの家だけが、燃えていると、明らかに意図的だろうと。不自然な、こんなことを、ね、ありえないだろうっていう話なわけですよ。でこの、ね、富裕層の土地を売るっていうことに反対していた人の家が燃えて、その人たちが亡くなる、で富裕層の家はノーダメージって、そんなおかしいことがあるわけがない、これは裏で仕組んだと、まあ、そういったことを思うわけですね。でまずですね、ちょっと話が、まあ、今回もいろいろ、まあ、難しい話なんですが、マスコミの報道が最初とちょっと、まあ、やっぱりおかしいわけですね。最初ですね、こちらリスナー様も思ったかもしれないんですが、まあ、僕がもし見落としていたのであれば申し訳ないですっていうことなんですが、最初ですね、このハワイのマウイ島の件っていうのは100人ぐらいが亡くなったと、まあ、そういったことが言われていたんですが、実はですね、亡くなった人数は分かりませんが、その10倍なんじゃないかっていうことなんですよ。こういったことなんですね。確認されて亡くなった方は8月13日までに96人だったと。アメリカで過去100年において森林火災で最も多く亡くなっているということですね。でこのグリーン知事っていうのがいるんですが、このグリーン知事っていうのがこのスマートシティの計画の、ね、まあ、賛成側に回ってるんで、理解不能ですが、このはっきりとして亡くなった数がまだわからないとかって言ってるんですが、行方不明の方が1300人いるっていうことなんですよ。かなりまずいじゃないですか、これ。当たり前ですけど、仕組まれたそういったものでね。でこのラハイナの街っていうのはほぼ燃えてしまってるっていうことなんですね。でこのグリーン知事っていうのが目の前に広がるのは完全な壊滅状態って言ってるんですが、先ほど言いましたが、このグリーン知事っていうのはスマートシティに賛成側であるんでね、内心何を思ってるか知りません。でこのラハイナの住民がですね、1万2000人が、まあ、いるということで、まあ、避難しないともうみんな亡くなってしまうとかっていう話で、でこの先ほど1300人が行方不明っていうこと、いうことだったんですが、この森林火災が起きた直後ですね、なんと行方不明者2000人以上になっていたって、かなりのまずいわけですよ。でその携帯電話がつながることで、その連絡が取れて1300人まで、減ったっていうことなんですが、1300人が行方不明になるってかなりまずい状況なわけですよね。当たり前ですけど、で、このグリーン知事っていうのは多くの方が亡くなっていて、ね、まあ、悲劇であるっていうことを、まあ、覚悟してるとかっていうんですが、先ほどから言いましたが、この知事っていうのはこのスマートシティ計画に賛成していた側なんで、なんだか分かりません。この人の言うことは別に全く、気にも留めませんが、わざと意図的にやったっていうことなんですね。でこの行方不明になっている方に、ね、DNA のサンプルを提出してくださいって言ったりとか、遺体でこの身元確認をどうしたらいいのかっていうようなことを言われていると。でその亡くなった、ね、人たちの遺体がですね、これもおかしいんですよ。金属を溶かすほどの炎で焼かれた状態ってなって、火事でこんなことならないじゃないですか。金属を溶かすほどの炎で焼かれた状態だから、明らかにそのね、まあ上の方から空の方から、まあ、その兵器で、ピンポイントやられたと思います。で、身元確認が、まあ、できないので DNA 鑑定が必要、遺体はもう何がわからないっていうふうに言われてるんですね。だからこのね、先ほどお話ししたように遺体が金属を溶かすほどの炎で焼かれた状態っていうのがもう火事とはとてもではないけど思えない。
で、このニュースにはですね、こんなことが言われているわけですよ。8月12日、ハワイ最大の電力供給会社、ハワイエレクトロニックに対して集団訴訟が起こされたということなんですね。国立気象局が森林火災の危険性を事前に警告したにもかかわらず、このハワイエレクトロニックが送電線を通電したまま、送電線が落下して、森林火災につながったと主張しているというか、まあ、これもね、わけわかりませんね。これじゃないと思うんでね、当たり前ですけど。で、まあ、このね、カリフォルニア州は、この送電線が原因って言ってますが、まあ違うでしょ、普通に。その上からね、その軍産複合体、軍需産業のそういったもので、やられたと僕は思ってます。っていうか、皆さんもそう思ってると思います。何回かこちらの件をお伝えさせていただきましたし、で、ここからなんですよ、この謎っていうか、非常に巧妙なパターンを、取るんですが。で、ここのですね、ハワイのマウイ島に、まあ、大金持ちでね、アーマルの、創業者がいますね、ベゾソスっていう人ね、その人が、この山火事被害のマウイ島に復興支援ということでお金を出しますっていうことを言ったんですよ。このね、ベゾソスとその嫁かな、嫁がこの大規模な、ね、山火事で、ハワイのマウイ島に、復興支援で1億円、寄付しますとかって言ったんですよね。で、このこれベマルスっていうのは、ハワイマウイ島に7800万ドルの不動産を所有して、いるっていう。ただし、このベマルスの不動産はノーダメージでしたかね。わけがわからないじゃないですか。だから、この DNS の人間たちの不動産は一切ノーダメージっていうことです。で、どうのこうの言ってますけど、ノーダメージっていうことで。で、ここからがまあ難しいんですが、当然このね、J マルスっていうのは真相を知ってるはずです。で、これが巧妙なんですよ。真相を知っていて、スマートシティの方に、計画に向かっていく、その過程のプロセスの中にいるんですが、このね、お金を出すっていう行為も当然目的があるんですね。このハワイ・マウイ島をスマートシティ構想のために持っていくように、そのために、お金を使う、そういう意図が多分あるんじゃないかと思います。だ、自分たちの考えですね。D の S サイドに物事有利に運ぶために、このベマルスっていうのはお金を出したんじゃないかと僕はそういうふうに思ってます。別にね、まあ、うがった見方かもしれないですが、この不自然な火事と見せかけての意図的なものってはそうとしか思わない。で、今度ここなんですよ。日本国内の国民無視、日本国内無視の違和感ということで、日本もこれにですね、何か言い出して、別にもうこんな言い方したら良くないのかもしれないんですが、別に外国のことなんて心配してる場合じゃないんですよ、日本って。日本国内で日本国民困ってるわけじゃないですか、経済的に疲弊して。なんでそこに、日本がこのハワイに、お金を出す。これっていうのもまた別の意味があると取れるんですね。まあ、一言で言うと、外国に金使わないで日本国内に金使えよって、そういう声出てるんですよ。僕も本当にそう思います。外国は大変っていうかもしれないけど、別に外国の人たちは、その人たち別に経済を回してるんでね。日本って経済回ってないわけですよ。その経済が回ってない日本がお金を出す意味がわからない。国内にお金を使えっていう話だと思いますが、それも、炎上してる話題がこちらですね。ハワイ・マウイ島の山火事に対して日本、2億9000万円の、支援をする、林外務大臣って、林ってやつですね。あれが2億9000万円、支援することを決定したと。ハワイ・マウイ島の山火事の被害に対して、2億9000万円、資金提供して避難場所、食料の確保をすると。で、さらに現地で支援者、被災者支援ということで、まあ、50万ドル、約7000万円を提供すると。3億6000万円提供するわけですね。現地の日本人は、まあ、被害がなかったということなんですが、3億6000万も、ね、ハワイに出さないで国内に金使いよって。別にだってこのね、正直ハワイのマウイ島なんて世界の経済を回ってる人間たちが出すわけですよ。っていうかもうそもそもこの D の S の計画の一環ですからね。このハワイのマウイ島が別に火事になってるわけでもないと僕は思ってますし、まあ、皆さんもそう思ってる方がいらっしゃると思いますが、意図的に、その土地を手放さない、人たちをね、その人たちから土地を奪うこと、あるいはですね、その人たちを、ね、事故に見せかけて、丸すこと、そういったことをしたと思ってますから、で、この日本っていうのは、またここでもですね、このお金を出すっていうことで何かっていうと、日本もスマートシティのこの計画に協力あるいは加担してる形となってるんですよ。で、ここからね、ですね、すごく懸念する話があるんですね。スマートシティ計画になんと日本の企業も参加してるんですよ。だから日本もそういったことが考えられると。じゃあ何かっていう話なんですが、こういったことが分かってるんですね。ジャンプスマートマウイ。
ていうパワーグリッドを導入するプロジェクトに、日本のですね、産業技術総合開発機構、日立製作所が参加しています。で、この今回ですね、被害を受けたラハイナっていうのもその計画の対象地域でしたと。まあ偶然とは思いませんね。日立製作所が、これは別に本当の話ですから、このジャンプスマートマウイっていうのに、日立製作所が参加しているってことで、だから日本もそのこのね、スマートシティ計画に賛成してるわけですよ。まあ D の S の管理下にあって、まあそういうことをしてるのか、なんだか意味がわかりませんけど、だからこのね、グローバリストっていうのはこの D の S の人間たち、グローバリストっていうのはこのハワイ、マウイ島、あるいはですねこのラハイナなどをスマートシティの計画にしようとしたんですが、それを地元住民が反対したんですよ。土地を売らないって言ってね、土地を売らないとかそんなことは聞かないっていうことを言ったんで、その D の S たちは思ったんでしょうね、この人間たち自分たちの言うことを聞かないなとね、どうにかできないものかと、どうにかこの者たちから土地を取れないものかと、ね、このね、反対するものをどうにかできないものかっていうことで、そこで企てたんですよ。山火事に見せかけて、そのピンポイントで狙って、上から兵器で狙って、で、その持ってる土地を焼いて、でその住んでた人、反対してた人たちを丸された、丸した、そういった疑いが非常に高いわけですよ。だからこれっていうのは本当に恐ろしい話ですが、スマートシティ計画のために信じられないことを強引にどん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 推し進めてるわけですよ。ラハイナをなんとか守ることはできないのかと思ってる人もいますし、僕もそう思います。しかし、どうしていいか分かりません。ただ一つだけ、考えられることといって、こういったことがあるんですね。このスマートシティ計画がですね、うまくいかなくなる一つの、可能性としてですね、アメリカ経済の動きっていうのがあるんですね。もう間もなくですが、8月の22日に、ロシアがですね、発行する新しい、通貨があります。金の裏打ちがある、金本位制の通貨、その通貨が、もしもですね、今までの、金融の形を変えることがあれば、アメリカの経済が弱体化していきますので、そうするとこのね、アメリカ、あるいはですね、アメリカの裏側にいる者たち、あるいはですね、その、西側の裏側にいる者たち、その DNS のスマートシティ計画がうまくいかなくなるんじゃないかと、そのように、願いますが、実際どうなるかっていうのは分かりません。何が問題なのかっていうと、日本の会社ですね、日立製作所っていうその日本の会社がですね、ジャンプスマートマウイっていうそのプロジェクトに参加しているってことで、日本もこのスマートシティ計画にお金を使って技術を使ってるんですよ。日本も終わってんなって、意味が分からないですかね、こういう、まずそのなんていうのかな、スマートシティとか、その完全にね、国民をあの監視管理する、その社会、街とかっていうのは、そのように思いましたということで、この件っていうのはですね、今回お伝えさせていただいたのは、日本国内で、そのハワイにお金を出さずに、日本の経済にお金を回してくれっていう、最もだと思います。僕もそう思います。ただ、それとは矛盾してですね、日本のその企業が、そのスマートシティの計画を、参加して推奨しているっていう、そのね、意味のわからんさもあるっていうことで、何かしらご参考になっていただける点があれば何よりですっていうことで、今回はここで終わりです。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。失礼いたします。